はい、ただいまパリの空港にいるんですけれども、これ緊急事態、緊急事態です。完全に緊急事態です。荷物がね、1時間で出てきないです。やばい、こうみんな待ってるんですよ、これガーって。やっぱ詐欺られた可能性があるんで、本当にどうしようかなと思って、みんな電話したりしてるんですけど、ちょっとカメラはさすがに危ないんで、この iPhone で撮ってるんですけどね。もう緊急アップです、これは。今現在時間がですね、5時20分です。約飛行機が到着してから1時間撮ってるんですけど、荷物が出てこない。このパリに来てこんな状況になるとは思いませんでした。フランスです、フランス。今まで飛行機10回以上乗ってるけど、初めてですね、荷物が来ないのは。しかもパリで、パリパリパリリパ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 リリパリパリ。緊急事態の時に踊っとるやついるし、もうほんま踊らんといて。もう昨日の音楽といい、踊ったあかんよこの女の子。さっきあのね、ベンチに座ってたパリに住んでる人に聞いたんですけど、これは普通じゃないらしいです。普通だったらすぐ出てくるんですけど、普通ではないらしいです。時間かかりすぎみたいな感じらしいんで、どうしましょうかね。これね、あのカバンの中にデビットカードが1枚入ってるんですよ。で、俺三菱 UFJ のデビットカードと、三井住友のデビットカードを持ってたんですけど、三菱 UFJ のデビットカードをですね、なくしたと思って止めたんですよ。実際パスポートの中に挟まってたんですけどね。ね、でもなくしたと思ってクレカ止めたんですよ。で、残り1枚の三井住友のデビットカードが大きい方のリュックの中にあるんですね。完全に強制帰国の可能性があります。いや待てよ、あ、よかった、ここに三井住友ありますわ、大丈夫です。前まで分けて入れてたんですけど、最近ちょっと危ないと思ったんで、こっちのバッグに移動して。ってことは、このリュックの中に入ってるのは俺の着替えとパタゴニアのトレンドシール、これ大事です。あれ高いんだよ、2万すんだよパタゴニアのトレンドシール。それとあとはですね、何が入ってたっけ、寝袋で、あと枕ぐらいですね。なんで、まあ、あとユニクロのウルトラライトダウン、おばあちゃんにもらったんで、お前にユニクロのライトダウンを預けるって言ってもらったやつなんで、なくしたら多分、ね、帰った瞬間にぶっ飛ばされるんで、ガチ出てこねえ、やばい。一番周りの人とかも電話したりして怒ってますね、完全に。ちょっともうちょっと待ってみます。あと10分待って出てこなかった、ちょっとやばいですね。少々お待ちください。やばい、ついに1時間20分経ちました。未だに来ておりません。やばいやばいやばい、もうなんか口論始まってるよ。ほらどうなるんでしょうかね。俺のバッグ帰ってきてくれ。今の一瞬で5人に見られた。踊んなって、踊ったあかんて。もう先荷物出して。おなんか鳴ったぞ今。来た音が鳴りました。来るのか、え、来るえ、いや来た。え、あれ荷物やんな。よしよし、1時間半やぞ。おいおい、投げ出されてる、雑すぎんかちょっと。来たー、もうこれ連結しちゃってるよ。ちょ待って、ちょみんなの荷物ほらもう持って行ってんのに、俺の荷物だけない。えぐいて、えぐいって感じで、え、俺の荷物ない、ほらみんなインクなったし。あった、来た。ほら、ここに三脚ぶっ刺してあるんですよ。来たぜ、荷物帰ってきた、よかった、詐欺じゃなかった。じゃあこのままちょっと地下鉄、さっき聞いた地下鉄が一番いいって言ってたんで、地下鉄で行きます。
まあ、なんか危ないって日本のサイトに書かれてるんですけど、あんま危なくないらしいんで行きますわ。っていうか、あのブログはね本当に商売儲けなんで嘘書いてる人が多いんですよ、日本の人。あんま信じない方がいいっすよ。実際行ったらそんなにっていうのがいっぱいあるんで。